加熱式タバコからも毒性物質ギ酸が東海大学の研究。東海大学の研究チームは加熱式タバコの使用が健康に悪影響を及ぼす可能性を発表しました。調査では日本国内で販売されている4種類の加熱式タバコから毒性のあるギ酸が検出され、従来の紙巻きタバコと同様に新たな有害物質のリスクが指摘されています。ギ酸は赤アリに由来する名前を持ち、刺激臭の無色液体で、水溶性のカルボン酸として繊維や化学、製薬業界で中間材料として広く使われています。動物実験では、大量の蟻酸投与による死亡が確認されており、人間でも触れた部分に強い刺激を与え、水泡や頭痛、嘔吐などを引き起こすことが分かっています。発がん性は認められていませんが、体内に蓄積され、目や皮膚、呼吸器に悪影響を及ぼすことが知られています。葉タバコにはもともと蟻酸が含まれており、栽培時の散布や喫煙時の燃焼によってさらに多くが吸入されます。このため、加熱式タバコを含む喫煙により呼吸器への悪影響や受動喫煙のリスクが懸念されています。国民民主、玉木雄一郎氏、年収の壁、引き上げ、政府資産に言及、7兆円の減税効果は大きい、まさに。国民民主党の玉木雄一郎代表は、同党の主張する年収の壁引き上げに関する政府試算に触れ、 SNS を更新しました。政府の試算によれば、所得税と住民税の基礎控除を75万円引き上げると、年間で約7兆6000億円の税収減が見込まれています。高所得層ほど減税効果が大きく手取りが増える一方、公平性や財源問題に関する議論が予想されます。玉木氏は、国民民主党がこの政策を提案しなければ試算はなかった、7兆円の減税は手取り増、消費拡大、企業業績の改善につながり、持続的な賃上げと税収増にも寄与すると指摘しました。自民、公明、国民民主と103万円の壁協議へ向かってってるけど、公約って本当にやってくれるのかって疑問に思ってる人すごく多かったと思うんだ。でも当たり前の話なのにドキドキしてる人が多いっていうことは、期待してる人が多いんだね。これ通ったら国民民主党の人気がうなぎ登りになっちゃうわね。国民民主党の103万円の壁突破政策について、国民民主党の新葉幹事長がテレビで語ったら、一緒に出てた自民党の井上幹事長代行も、うちもやろうと思ってたって言い出したし、立憲の小川幹事長も極めて筋がいい話、ぜひご一緒にさせていただきたいと、初めからやりゃいいのに、どうして急に国民民主に寄り添う発言に変わっちゃったの？ビッチだからよ。え？自民も立憲もビッチなの？今国民がね、国民民主に注目してるじゃない。そりゃ人気出ちゃったら、袖にも振らなかった男なのに、みんなが注目したら急に気になる存在になっちゃって、接近するビッチと同じや。103万円の壁とか本当に実現しそうだね。だって人気得たいビッチは寄り添うっていうのは、まあわかる気がする。選挙前は公明党が現役世代から高齢者へ10万円を配ろうと提案したら、自民党は共感すると賛同していた流れだったのに、国民民主が103万円の壁を撤廃しようと打ち出すと、自民も立憲も共感するに方向を変えたじゃん。公明の意見は聞かないの？もう、無人公には興味ないのよ。小さいのには興味なくしちゃったんだね。自民にとって血液みたいなもんだから、切れないわよ。でも、今は、ビッチだから、国民民主君としか見えないね。元彼は元彼でさ、まあ、孔明くん、あまり構わない方向に進んだんじゃないかな。だって、中国の彼氏に尻尾振ってたでしょ。免許とか、あと各種、中国くんに沿った優遇政策を推し進めてたし。で、自民がさ、落ち目で、孔明は一緒に釣られただけって言われてるけど、中国男性にもビッチだったのがバレて、国民の多くは知ったことで、議席数減らしたということもね、大いにあると思うのよ。今は何かの理由で急に失踪したノリピーみたいなもんや。え？
ノリピーみたいで何のこと？とりあえず身を潜めてる感じじゃないかな。何かってなんだよ。それは何かよ。何か。ビッチはね、すぐ意見変えるし、言ってることがわけわかんないからたまらないわよ。そうなの？以前付き合ってた彼女なんだけど、浮気がバレておばちゃんブチ切れたのね。そしたら、私を寂しくさせたあなたが悪いのよってブチ切れたんだけど、頭おかしいべ。またその話ですか？当たり前じゃない。こんなん忘れられないわよ。その彼女が車で事故って、ものすごい賠償金発生して、一人じゃ払えないって言うからバイト増やした助けてやったのに、寂しいから浮気？は？頭が悪いとしか思えないわよ。そんな話は。何度してんだよ。ビッチはね、イカれてるわよ。話しただけでエネルギー消費しちゃうから聞くだけ無駄よ。もうその話はいいよ。いや、聞いてよ、ラビちゃん。そのままた浮気してね。女性立候補者の供託金減額を勧告。国連差別撤廃、国会での平等。国連の女性差別撤廃委員会は29日、日本政府に対し、議会での男女平等促進の一環として、女性候補者の供託金を一時的に引き下げることを勧告しました。また、沖縄での米軍兵士による性暴力に対する適切な処罰や、独立した人権保護機関の設立の必要性も指摘しました。同委員会は、供託金減額をフォローアップ項目の最優先事項に位置づけ、日本政府に2年以内の対応報告を求めています。さらに、選択的夫婦別姓制度の導入や、人工妊娠中絶における配偶者同意義務の削除についても提言しています。ネットでは、女性優遇すぎて逆に差別してるって気づかないかね。男女平等の観点からは、供託金の一時的な減額が逆に不平等。これほどの内政干渉って、もう国連抜けようぜ、などの声が多く出ています。31日はお休みいただきまして、もう寝正月でした。おばちゃんずっと寝てた。でね、おばちゃんのところにさ、連絡ガンガン来んのよ。うちの会社じゃなくて前働いてたところ2社、おばちゃん人いないからちょっと助けてって言われて、いや、助けてって、あ、おばちゃん休みなの、多分、ツイッターかなんかで見たのかしら。だから休みの日、ちょっとお茶しないかとかさ、そんなトラップ引っかかりませんよ。てか、おばちゃんのツイッター見てるってさ、いや、相当人いない。あ、お前おばちゃんと仲良かったべ。じゃ、ちょっとなんか連絡取れるって言われて、上の人から。今、なんか違うとこ働いてるみたいです。なんか SNS かなんかやってんじゃない？お前知ってるって。ああ、お前一緒になんかの交換していろいろ仕事とか連絡取り合ってましたけど。まだ生きてると思うんで、じゃあ覗いておきますかみたいな感じで見てんのかしら。いやよ、2日に1回しか帰れないとかさ。あと、なんか残業しても、なんかそれ、会社に報告できないから、もうオーバーしすぎて。全部を、申請できないとか、そんなところに戻るはずないじゃない。前もって言っときますよ。だからやめたのよ。うん、そこら辺お分かってそこら辺お分かってらっしゃるのかしら。それをすごくおばちゃん聞きたい。そういえば30日、新宿池袋渋谷のハロウィン規制がすごくて、SNS で、秋葉原に集まろうぜみたいななんか書き込みしてる人がいんのよ。で、秋葉原大変なことになってんのかなと思ったら、おばちゃんの友達で仕事やってるやつとかさ、車でそこ通りかかった時、いや、まあ、ポツポツっていう。今年なんか余裕見てると、どっかお店の中とかライブ会場とか、そういうところで盛り上がって、あと、路上とかでは、まあ、音楽で表すとすれば、てて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 てうん、まあ、寂しいようだけど、でも、ね、お仕事されてる人とか、家帰る人とか、まあ、道路とかも大変になっちゃうじゃん。で、道端もさ、まあ、歩道部分、全然歩けなくなっちゃうし、あと、ね、ちょっとその、メインストリートから外れたところでみんななんか、お酒飲みまくってるわ。タッションベースするやつとかも、続出するから、まあ、まあ、来年どうなるのかしらね。やっぱり規制厳しくなるのかしら。去年渋谷で見かけたコムソウみたいななんか仮装してる、なんか辻立ちした人を、なんかザルかなんか手、こうやって持ってさ、前出してたら、
なんかみんな、面白いって言ってお金いっぱい出してた人とか、カゴに入れてた人いっぱいいたけどさ。あれは僕の血が出たんですよ。辻立ちしてる、もうガチ衣装の、仮装してる人は本当ね、だって、さ、竹のやつも、なんだろう、髪の毛なんかピンク色なのがさ、隙間から見えて、そんな小無双いないじゃん。で、みんな面白がってさ、渋谷で、なんか1000円とか2000円とか、もう札で上げてる人結構いますね。でもいいお小遣いになったんじゃないのかなって。うん、あれはちょっと撲滅しないとダメかなと思います。あと、バーチャル系で、まあそういう空間の中で、ハロウィン楽しんでる人いるみたいよ。バーチャル系の中にあるカフェ、そこにいる猫耳の女の子たちのボイスとか、だから声、販売してんだって。あ、欲しいって言って、これいくらなの？ちょっとよくわかんないけど。ちょっと待って、いくらぐらいなの？あ、1000円。あ、良心的ね、まだ。うん、1人1000円。で、何人か欲しい方は2000円とか3000円。あ、バーチャルメイトさんの、ハロウィンのコスプレしているボイスセット。こういうのさ、おばちゃん時代だなと思うんだけど。まあ、可愛い女の子の声をゲットするとしか頭の中で浮かばないんだけど。実際見てみるじゃん。そうすると、お嬢様バージョンと、あと、ご主人様バージョンっていうのがある。だから何、こっちがご主人様で、何、お嬢様バージョンっていうのは、こっちが何、女性になるっていうこと。そういう世界になってんの。あと、特別にギフトを送るという項目もあって、これで、例えばなんかプレゼントを送るとか、うん、なんか、楽しそうだけどよくわからない世界かな。だって、リアルなお姉ちゃんの方がええじゃん。ねえ。リアルだと、ね、車事故って、で、もう一人でその、なんか、賠償金とか払えないから、手伝ってって言うから、まあ、バイト増やして、頑張って、で、浮気されて、あなたが寂しくさせたからよって。で、その話もいいですか？いや、もう忘れられません。いまだに怒りで頭がね、沸騰するわよ。賠償金払えないから、お願い、ほんと助けてって言うからさ。働いてるところとは別に違うバイト始めたのよ、おばちゃん。それでも足りないから、もう残業をいっぱいさせてもらって。その間、寂しくさせたから。あなたが、寂しくさせたあなたが悪いのよって。湧いてるでしょ？いや、これ忘れられんよ。でもね、バーチャルの世界、どっぷり使っちゃうと危険よ。なんか中国のなんかバーチャル彼女。そういうのをやってた男の子でさ、その彼女が、こっちへ一緒に来てって、こっちおいでって言ったら、旅立っちゃったんだって。こっちへ来てっていうのはなんか気持ちをそっちに、なんか向かうとかさ、いろんな考え方ってあるじゃん。わざわざ自分の命を絶つ必要もないでしょ。でももう、自分が、命を絶って、で、その旅立った先で彼女と会おうっていう風にまでのめり込んじゃったわけでしょ。でも今ね、日本よりも中国の方がね、バーチャルでなんかやばいことをしちゃう人がね、続出してんだって。で、向こうって共産党入ってないとさ、将来、まあ夢ないじゃん。まあそういう子たちとかも特にバーチャルにのめり込むとかっていう話はね、ブログニュースかなんかで見たんだけど。で、共産党員の家族だったってそうでしょ。まあ家族は家族でちょっとね、なんか特殊な方向へ進んでいっちゃうとかっていう話はね、ちょっと聞いてます。お金いっぱい持ってんじゃん。特に幹部とか。そうするとさ、なんていうの、彼女っていうのも、なんか女性をなんか、まあ、表現は良くないわよ。表現は良くないけど、ちょっとペットのような感じで、何人も自分の周りにさ、囲って、いや、なんでそんなことすんのよっていう人いっぱいいんのよ。ポッカリットでいっぱい見てます。どうして？人としてさ、なんでこういう考えに行き着くのかなっていうような、やばい方向へ突き進んじゃ死ぬよ。それをね、まあ見てると、いや、日本でもちょっといろいろあるけど、まだちょっと中国よりは少しはいいのかなっていうふうには感じる。もしおばちゃんがばあちゃんの世界で彼女を作ったとして、感情移入できないと思うんだけど。ごめんなさいね。もうすごいハマってる方には、申し訳ないんですけど、おばちゃんはちょっと魅力を感じないんだよね。だってああいうのないじゃん。なんでさっきこれちょっと見てんの？
いや全然見てないよ。え、さっきからずっと見てたじゃん。いやもう勘違いよ。え、まあ勘違いか。あ、でも今は、ま、なんでそうやってずっと見てるの。見てないわよ。そういう風に勘違いしないでほしいわ。でお互いなんかドキドキしちゃってあなたこそ見てるでしょ。いや全然見てないよそういうね、くっさいのが好きなの、おばちゃん。うん、ごめんなさいねわざわざさ、おばちゃんのためにお弁当とか作ってくれて、お昼さ、お弁当開けると、おばちゃん鮭好きなのよ。で、ご飯の上に鮭。で、その鮭がね、普通、なんて言ったらいいんだろう。1枚とか2枚でいいじゃん。4枚ぐらい乗った鮭弁。鮭弁っていうか鮭丼みたいな状態の。油がご飯に移っちゃってるけど、でも一生懸命。しかも4枚。あれはま、贅沢って言って。で、食べていくうちに、ふりかけとかもあって。ねえ。あと、ね、海苔とかもつけてくれて。あと、おしんことかさ。ね、あと、厚焼き卵、まあ。ちょっと不格好なんだけど。またそれが手作りって感じで、ええじゃない？ちょっと砂糖多めでね。この甘みで溶けちゃうっていう。そう。ごめんなさい。お茶の声で好きなんで、ほんとごめんなさい。でもね、一回だけ怖いお弁当にね、遭遇したことあるのよ。さっきの、またあなたが寂しくさせたのよっていう彼女じゃない。その前の彼女なんだけど。あのね、仕事行くときに、直前で、喧嘩したのよ。ちょっと、模様替えの件でね、ちょっとごめんなさいね、くだらない話で。それで、めちゃくちゃ喧嘩したのね。で、いや、もうとりあえず仕事帰ってからその話しようよって仕事行って、で、彼女も仕事行ったのよ。で、お昼お弁当あげたらさ、サンドイッチだったんだけど、具は入ってないのよ。具は入ってないんだけど、サンドイッチってさ、例えばトースト耳切って、斜めにさ、カットすると、三角形になるでしょ。で、外側に、めちゃくちゃバター塗ってんのね。だから、お弁当箱が、もう、ギタギタになってんのよ。それを、ラップに包んで、バンダナみたいな、青い、なんか、なんだろう、模様。なんか、ゾウリムシみたいな。なんて言ったらいいんだろう。そういうのに包んで入れてくれたのね。で、ラップも、なんかいい加減に巻いて、なんていうの、こう包んでるから。いや、バンダナ部分もさ、バターでびちゃびちゃになるじゃん。っていうことは、カバンの中さ、そういう状態になってると思ってないから、入れてるとカバンの中もびちゃびちゃになってるでしょ。もう偉いことですよ。いや、これ帰り、どうしよう。もうおばちゃんも好きだし、彼女もミスタードーナツ好きだから、大量に買ってこうかしらって言って。あ、それで、その時の彼女はね、お酒飲めない子なのよ。だから、シャンメリーのシャンパン、すごく大好きな。シャンメリーのシャンパン、もう探すの大変だわ。例えばクリスマスのシーズン外れてると。日本橋のさ、昔倉庫整理みたいなさ、仕事してた時さ、そこで、いろいろなんか全国に送るさ、お酒とかさ、ジュースとか、そういうのやって、なんていうの、梱包したりしてたのよ。そこの人にさ、電話してお願いして、シャンメリーとか残ってないっすかねって、ちょっと手に入らないんでさ、いや、死ぬことあるよって。本当ですか？いや、もうね、機嫌取るの大変だわ。もう怒りがだってもう伝わってるじゃん。お昼の段階で。もうずっとね、胸がチクチクしながら、これどうしようって考えてましたよ。私を物にしたいなら、もっと罪人くる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。